はい、ということで、まあ、これ急遽取ってるんですけど、はい、あげないことを願います。はい、胃が昨日から痛くて、はい、なんかそっからずっと右下のお腹っていうかが痛くなって、はい、もうずっと体調悪かったんですよ。昨日の夜ぐらいから。で、きついなって胃薬も買ってって飲んでってしたけど、痛いからって言ってたら、まさかのユージが怖いことを言い出しました。この症状は何だと思いますか？盲腸です。私が経験済みなんでやだなぁ。まあちょっとその可能性があるということで、ちょっと今から緊急でちょっと病院行ってきます。だいぶ似てるんよな。狙うのは入院じゃないっていうのをね。そうね、薬で飛ばせる。薬でっていうのを狙います。はい、はい、ということで行ってきます。はい、その後病院に着き症状を伝えたら、おそらく盲腸ではないらしく、他の病気の可能性があるとのことで別の内科の病院へ。そこで検査のためレントゲンを取って採血、点滴を打つときに、事件は起きた。大丈夫？ドラマってこんな感じなのかな。こういうの初めてですか？初めて。いやばい、俺死ぬかと思った。あ、そう。マジで？うん。声出せない。はい。採血の際に急に視界が真っ白になり、気を失いかけの状態に。緊急でベッドで運ばれていったマーキュリー。血圧を測り直してみると、来た時は144あった血圧が83にまで急激に下がっていた。採血による低血圧が原因で倒れたようだ。だが一番の理由は、予想以上に血を抜かれるのを見てのショックらしい。怖いな。韓国でこんなことないなんて思わなかった。ちゃんときつかったもんね。でもどんどん体が寒くなって冷たくなっていくのが多かったもん。へえ。だって冷たいもん今。冷えピタ。あ、そう。人間冷えピタみたいな。全身の毛穴から汗出るみたいな感覚。やばかったよね。やだよ、俺宮脇さくらの服着てさ、こんなマジ？こんなんですこんなんです。メガネこもりすぎやん。今日生配信しようと思ったの。え？生配信しようと思ってたのに、これ生配信してやろうか喋れる元気はあるけど、目開ける元気ないって感じ。マジこのベッド動かされてる時すごかった。マジドラマだった起きてくださいみたいな。すごかったよね、うん、いきなりお医者さんとバーって登場して、なんかそれが怖かった。むしろなんか人がどんどん出てくるわ。目開けててくださいねって言われて、目開けてるつもりだけどいつの間にか目つぶってるからさ、トントンってされて気づくの、うん、それが怖かった。雪山で投資する人ってそんな感じなんかな。あマジ焦ったな。びっくりしたなマジで点滴するの嫌だなとか言ってたら死んでた。極度の緊張状態に陥ったよ。極度の緊張状態、もう嫌だよ。タトゥーまみれで宮脇桜のシャツ着て極度の緊張状態でぶっ倒れる結構やばい。情報量すごい。うん、桜たんこんなんですよね、うん、マジで。うん、焦ったな、ほんま、うん、さっきこんなふうに話せなかったもんね。話せなかった、うん、どんどん目つぶってって、おおやばいやばいやばい、何言ってるかもう覚えてないもん俺、ね、意識失うって、うん、あ、どうですか今。だいぶ良くはなったけど、赤ボタンのちょもけんちゃなじゃなくて、前が見えるから。前が見えなかったからさ、白くなってた。そうそうそう。ああ眼鏡つけてるのにもう視界ぼやけてくるし、うん、あやばみたいな。ただ今は体が寒いってだけです、はい、生き返りました。だからびっくりしてたもんね。まず点滴打つのみたいな感じからの。そうそうそう。でそんな血取るのからの そこに対しての緊張がやばかったんだよね。いやすごかったよ、もう体がちゃんと血取られちゃあかんみたいになったんやね。なってるね。怖っ。マジでお腹の痛みなくなったと思うただお腹が痛くてきたのに、今日胃が殴られたような痛みがあったからってきたのにさ、別だよこれ。でもなんであんな血取られたの？検査よ。マジで試験瓶みたいなやつだけどさ、6本ぐらい取ってったもんね。ああもうそのあれじゃん、もうマジで緊張してたやん。まだ取るの？でもああ失神ってこんな感じなんかな。失神とかしたことないんだけどさ、ないない、うん、こんな感じなんかな。頸動脈締められて失神した時多分そんな感じ。俺そんな感じだった。スーッて怖いとかもあるんだ。首止められてるっていうのもあるし、なんかあ死ぬ死ぬ死ぬってなる。あそう、めっちゃあ死ぬかもって思ったもん、うん、その時本当にマジで。で戻ってきた時にそのなんていうの、それを体験した恐怖。今は逆にケロってしてる。じゃあだいぶでも戻ってきてる感じですか？うん、いいですね。いやーびっくりしたわマジで。いやマジでびっくりした。俺もこんな経験ないよね。俺も初めてこんなのすごかったなぁ逆にハイになってるよね、うん、なんか感動してる。なんか視界が薄いけどさ、34人ぐらいのお医者さんがベッドこうあれしてみたいな、うん、上向いてこの角度でさ人がこう見ながらさやってるわけじゃん、はいはい、ドラマとかでよく見るやつだみたいな。でもその間に言ってた一言が、おもろそうだったらビデオ撮ってカメラ回してだから。俺がでしょ。俺だからそんなこと言うからあれ大丈夫なのかな、何なんだろうとか思いながら記憶ないのでそれ言ったな、うん、運んでいく時撮りたかったんですけど、うん、それをこんな風に撮ってたら俺マジクソ野郎かなってクソ野郎になるかなと思ったんで、さすがに撮れんかったです。いやマジで今だから状況説明できるけど、椅子座ってて、うん、点滴しようとしてっていう感じですよね、うん、でもいつの間にか俺も汗だらで記憶ないしみたいな、うん、で目つぶらないでくださいって言われて、うん、はいって言ってる記憶あるんだけど、こんなんずっとでトントンってされてはいみたいなっていうのをずっと繰り返して、気づいたらベッド目の前にあったあ、嘘、うん、本当そんなんだったね。そう、立ち上がれるって言われて記憶はあるけど、あ、ところどころじゃ本当にあれ記憶なかったんだ。マジで眠ってる感じだったね。記憶があるのは血めっちゃ取られてるみたいな、どんどん血の気が引いてくるじゃん、寒くなってくるじゃん、視界がどんどん真っ白になるじゃん。うわ、俺なんかよくあるじゃん、ナイフとかで刺されても俺死なないかもみたいな、うんうん、俺すぐ死ぬんだろうなって意外と血取られただけでこんなに。こんだけさ、ちっちゃな瓶は瓶じゃん、うん、そんな何センチか知らんけど、うん、6本ぐらい取られただけでこんななんって俺もね、ショック死とか言われよくあるけどさ、ショック死ってあるんかもなーって考えてて、トントンあトントンはみたいな。ああやばいやばいね、本当に危なかったね。動画撮ってって言ってた記憶は全くないし、俺のこれえちょっとマジで気づいたら俺ベッド目の前にあって、あ俺ベッド乗るんだみたいな。この動画きついわ。俺笑っていいのか笑っちゃうのか分からん笑っていや俺ね、人生こういうこともあるんだっていう、うん、だってこの体型でこんなにタトゥー入ってて白生だって言ってて宮崎桜着てるやつが血出てパニックで倒れる意外な恐怖症を見つけましたね血取られる恐怖症、めっちゃおもろくない？でもあるよね、血取られるの怖い人。怖かったんだろうね、俺。だってずっと「えまだ撮んの？」って感じだったんでしょ。俺だからそういうのないもん。うん、どんなに撮られても、あ、撮られてる、まだ必要なんだなみたいな。今日も。みんなびっくりですこれ。本当だよね。じゃあ切りますね。回復して今は。めっちゃ恥ずかしくなってきた。そうですね。恥ずかしい。まあ、検査結果出るまでこのまま、点滴やってもらってください。はい。